皆さんこんにちは。お久しぶりです。1ヶ月動画を出してなかったです。ごめんなさい。というわけで、ここは JR 西日本のユニバーサルシティ駅です。大阪府にあります。名前を聞いただけでわかると思いますが、そう、ここはユニバーサルスタジオジャパンの最寄り駅、ユニバーサルシティ駅です。ちょうどやってきたのは環状線などで見ることができます323系電車。大阪環状線の方で活躍しております。ちょうどこの電車は夢前線の方にも入ってくるわけですね。夢前線は日中だいたい2本ぐらいで運用していると思います。そして今回このユニバーサルシティから始まったのにもそれは訳がありまして、それは後ほどご案内いたします。では今回の旅はここユニバーサルシティから始まります。夢前線ユニバーサルシティ桜島駅。おい、お前何ユニバーサルシティから始めてんのという感じなんですが、夢前線西九条駅、こちらの電車に乗っていきます。人はめちゃくちゃ少なかったです。そら平日の昼にこんなとこから乗るやついないよな。そんな感じですが、これで USJ を脱出、脱出という表現に誤りがあるかもしれません。行ってすらないので。次の集合は15時30分というわけで、お前何の話をしてるんだ。そうです、今回は校外学習の話です。学校で校外学習があったわけなんですが、まあ、先生が何してもいいよっていうので、あ、じゃあちょっと出かけてきますというわけで、ちょっと外に出ようっていうことでね、まあ、校外ですから、校外ならどこでもいいらしいです。ちょうど安治川口へやってきました。安治川口にはこちらのたくさんの機関車、 EF210 型桃太郎と呼ばれるような電車であったり、珍しい電車などもいたりします。ありがとうございました。まもなく終点の西九条に着きます。左右両側のドアが開きます。大阪環状線阪神線はお乗り換えです。環状線内回り弁天町新今宮天王寺方面は右側4番乗り場、外回り大阪京橋鶴橋方面は左側。というわけで西九条駅に到着しました。この電車は西九条行きなので、ここで乗り換えます。ちょうどいいのがやってきたぞ。ちょうど来た。こちらの電車は阪和線遅れてて、少しタイミングがよくやってきましたよ。225系の5000番台でしょうか。まあ、そんな電車に乗って大阪方面へ行きます。途中駅は野田駅、そして福島駅。野田は通過、福島は停車します。そして先ほどまで乗ってきました323系電車、夢前線の電車とはここでお別れです。さて大阪駅に着きましたよ。というわけで、JR 大阪駅に着きました。皆さん、大阪駅着いて向こう側に乗ってるのがサンダーバードの何号か忘れました。あれに乗っていきたいと思います。そうです、乗るのはサンダーバード13号、チケットレスで390円でした。安い。後に抜かすことになるであろう快速電車が先に出発していきました。そうです、今から京都方面へ向かいます。関西の大ターミナル大阪駅を出発。大阪、梅田などの阪神、阪急、そして地下鉄、いろいろな鉄道、そしてバスなどが集まります。今回の動画のネタの話、目的なんですが、もう高校3年生なんですけど、僕の学校では毎年春に校外学習に行きます。そしてその内容が、1年生は島流し、2年生はそうだ京都行こう、3年生は USJ というのが恒例のようでして、まあ、今回3年生なので USJ に連行されました。まあ、先生に聞いたらね、あのどこ行ってもいいよって言われたんで、まあ、どこ行くかとかいう感じで USJ から始まっているわけですが、去年は京都に行きまして、去年はねバスかなんかずっと撮ってたよ。そんな感じでした。でいくつかの候補から選ぶ中で、その選択肢の中に京都鉄道博物館がありました。まあもちろんそこに行きたかったわけですが、まあそんなクラスの全員がね行ってくれるわけもなく、清水寺と嵐山になりまして、あーなんでだよーというわけで大号泣。まあその時の動画もいつか出してたので、そのリンクを忘れてなかったら貼ってます。
というわけで今回は目的地京都へ行こうと思います。京都まで行くだけ約30分特急の旅です。ちょうど新大阪駅に到着しました。新大阪は新幹線との乗り換え駅。この電車はサンダーバード号13号です。金沢方面へ参りますが、途中新大阪そして京都の順に止まっていきます。関西の大動脈を支える列車たちがたくさん留置されている向こう町車庫。というわけでね、ちょっと眠ってたんで危なかったんですけど、京都鉄道博物館。おーすごい。というわけで、まもなく JR 京都駅0番乗り場にこの列車到着します。サンダーバード13号金沢駅です。特急に乗って JR 京都駅へ到着しました。いやーやばかった。少しね眠ってたのもありましてやばかったです。次バス、こちらのバスに乗り換えていきます。26系統京阪京都交通の、バスに乗っていきまして、京都鉄道博物館を目指します。実は京阪京都交通乗ったのは多分これが人生で初めてだと思いますよ。非常に面白かったです。もうちょっと長い旅を楽しみたかったんですが、バスで200いくらか、すぐ次の次というわけで 2つぐらいのバス停で降ろされることになりました。というわけでこの京阪交通の京阪京都交通に乗ってやってきました。こちらが梅小路公園の案内図となっています。ということで鉄道博物館に行きましょう。というわけでやってきたのはこちら京都鉄道博物館でございます。すごい。というわけで、うわ、川崎車両。というわけで京都鉄道博物館にやってまいりました。こちらかぼちゃの色、湘南色をあしらっております。で左側にはこちら寝台列車。あまりねこういうの詳しくないんで全く何とも言えないんですけど、僕が生きてる時代には少なくともなかったですね。はい、日本初の長大編成列車だから重量とかそういうのをつなげるようなのはこれが初めてだったということですね。せっかく来たからには楽しまないと。ちょっとねあんまり時間がないんで楽しまなきゃいけないわけです。ここには DD51 なんかも止まってまして、これはなんだ、車掌車かな、こんなものもあります。あれ前入れたんだけどね。これが特急雷鳥金沢駅、今でいうサンダーバードでございます。先ほど乗ってきたやつです。こちらが比較的最近の見た目をしている、最近の見た目をしているのか、ボックスシート。これ中を見るとこんな感じに内装がなっていまして、こういう小窓がついているのもこの列車の特徴でございます。おでこっちが500系ですね。今なお JR 西日本山陽新幹線において500系は活躍してくれておりますが、そちらの500系はこんな感じになっております。3プラス2の6列シート。ちょっとねパパパッと喋っていかないと終わらないので、というわけで今度こっち行きましょう。こんな感じですね。あ、ちゃんと書いてあると。今でも活躍しています。521型1号車。こちらはトロリー線または架線と呼ばれるようなもので、こちらについている金属の部分から電気は終電しております。在来線であれば直流 1500V、特急電車などが走る交流電車、交流2万 5000V または2万 V などが流れているということです。新幹線は交流2万 5000V、 こちらに書いてありますね。お、321系電車だ、すごい。それがこのパンタグラフが電気が充電しているというわけです。お、これは125系じゃないか。どう見ても 1.25 系だ、すげえ。こんな感じで見ることができます。こういうクルクルしたあのものを使って動いているというわけですね。こちらはこんな感じで架線の整備などをするそうです。これが昔の制御装置です。これをいじって配線を動かすわけですね。
触るなというふうに書いてありますから触りませんが、こんな感じでこっち方面からやってきた列車、いろんな列車を駅に正確に進路を誘導するためのものがこちらになります。これを操作することによって、ポイントと呼ばれる分岐器を使って列車を動くわけですが、そちらのこのテコというのを動かして進路を決定する、それをすることで信号などを全て連動して装置が動くわけです。それが今でいう ATS という装置だったり CTC と呼ばれる集中制御装置でもあったりします。現在は自動化がなされていますが、たまに手動も使ってるんでしょう。こちらはスイッター信号所のものだそうですよ。照明起動板、昔はこんなんでいじっていたわけです。今は電気ですよね、機械ですよね、全部。ここには保安装置のタブレットの説明をしていますね。タブレットと呼ばれる閉塞方式を使って列車はこの単線区間で正面衝突などをしないように作られているわけです。閉塞信号については僕の視聴者の方であれば皆さん知っていると思うので放っておきましょう。これがタブレットと呼ばれるものですね。いろんな形があるわけです。これは通行表とか呼ばれるものです。こんなものに入れて渡されてるわけです。これが本物の分岐器なのか。こんな感じで装置を操作するとこちらにある仕組みが動きまして、このトングレールと呼ばれるレールなんですが、それが動いてこの列車は進路を決定することができる、そういう構造になっています。ですからちょっとこの間雪が降った時にもありましたが、ここにね雪が積もったりすると動かなくなってしまうんですよね。それを防止するためにここに火をつけて温めるような装置もついております。これがカルデラだっけな、なんだっけな、カルダンだっけな、なんかそんな感じの名前だったはずです。また調べて載せておきましょう。早くしないと帰れないんですよね。右側からこちら、一番最後のよくトーマスなんかで見る信号機ですね。これが腕式信号機、これは本当に古風な感じになっています。そしてこの手信号というのがこの駅員さんか係員さんがやってるようなやつ、この緑と赤で示すことができます。これが担当式の信号機、赤、緑、青、赤、緑、赤、黄色ですね、を全てこれ一つで表すことができます。さらに1個上に行くと2灯式、青と赤のみということになります。そして左は5灯式、この5灯式を使うことによってこの進行という、今は青色とこのオレンジ色が出ていますから、これで減速という表示になります。オレンジ色2つなら警戒、オレンジ1つなら注意、45キロ以下でとか55キロ以下でとかいうようなそんなものになるわけです。そして赤がつくと停止信号、そんなものです。ものによってはこちら青と上に青がついていまして、6灯式かな、京成スカイライナーなどの160キロ運転を対応するための高速走行の信号機などもついていたりします。でこっちの方はねあんまりね僕もわかんないですよ。これはあの置いてるやつですね。平面4入れ替え合図機がこれらしいです。よくわかんないですね。そしてこちらの左のこの緑色のやつとかこの三角のやつは、まあ、臨時で置かれたりとかするものだと思います。駅の設備によってこういうものが置かれたりもするわけです。これは中継信号機かな、中継信号機はこれか、中継信号機、これはよく JR でも見るタイプのものですね。これが斜めになれば、中継信号機という名前ですから、この信号機の次にある、変速信号機の源氏を表しているということになります。進行であればこの次の信号機、これを通り過ぎる次の信号機は進行を示していることになります。そんな感じで電車は動いているわけですね。というわけでちょっと簡単にこの辺にしておきましょう。こんな感じでレールの曲がる仕組みであったり検査の種類、こんな感じで置かれております。こちらには国鉄型の水線に書かれておりますが、こちらが EF66 型の電気機関車、66の27号機なんかも注目を浴びておりましたが、京都鉄道博物館には35号機がこのように下から見える状態になっています。せっかくなので下から見てみましょうか。本当にね、あの今日平日なんで全然人がいないんですよ。このようにたくさんのモーターがついていることがわかります。 ABCDEFG とそのようなアルファベットでこの列車の種類というのを示しているわけですが、 EF であれば E は ABCDE の5個目、そして F は1,2,3,4,5,6 6個目、6個目の EF の F はこの車輪についている
モーターの数を示しております。パンタグラフ系とですね、いろいろなパンタグラフがあるわけです。ひし形パンタグラフに加え、現在主に使われている下枠交差式またはシングルアーム、さらにはこのようなトロリ線の、なんて名前でしたっけ、トロリーをくっつけるようなやつ、そんなものがいろいろあるわけです。往年221系電車と呼ばれる車両で、新快速としてしばらく新快速用に使われた車両です。現在でも JR 神戸線、京都線並びに大和路線などで6両編成、8両編成なんかで走っております。こちらには京都と昔幕で表示されていたので幕がついております。そしてここが戸袋なんですけど、おや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 、なんかおかしいなこれ、すごい。というわけでこれは221系のものに223系の扉をつけておりまして、これによって221系に223系の扉がついた気持ち悪い編成が作られているわけです。 JR 西日本の高取工場、高取というのは JR 西日本の神戸の方にあります。すごいな、こんな感じで運転台なんかも再現されております。これが現在でも日本各地で活躍しております DD51DD の D という文字ですから、ディーゼル、さらには D ですから4つのモーターが車軸がついていることになります。おお、こんな感じで物流、今でもすごいたくさんのものが1日に運ばれているわけですが、このような JR コンテナで運ばれているわけです。コンテナの種類いろいろあるわけなんですね。私有コンテナ、JR 貨物コンテナ、いろいろあるわけで、佐川専用のスーパーレールカーゴ M250 などもあります。こちら丹波口と書かれております。おお、これ佐賀の山陰線ですね。日上部、京都、すごい。ここがよく見る改札エリアでございます。これちゃんと時間合ってんのかな、普通。おお、すごいすごいすごい。こんな感じで、これどこの駅か分かりませんが、妻は加古川姫路と書いてありますので、妻よりは東側、そして安、前原安と書いてありますので、こんな感じで京都駅かな、見た感じ京都から、京都から、西、新大阪より東側、東過ぎたから、西大路の間ではないかと思います。京都かもしれません。こんな感じで切符売り場と書かれてます。本当に空いてる。金曜日なんですよ、今日金曜日でこんなに空いてるのね、すごい。というわけで行きましょう。はい、買います。大人で買います。そうするとこのように出てくるわけです。これがそういうもの。これいろいろ押すことができるんですが、表示はされません、残念。これを切符入れてみるとこんな感じでウィーンと動いてピッと出てくるわけです。こんな感じに、これが JR 西日本の改札口マークな、ヘッドマークなんかもありますが、当時は1日4往復だったり2往復だったりしたわけですね。それの停車駅、なんと明石が含まれていたということで、地元なんで嬉しいです。下にはこのように歴代の新快速が表示されております。現在今主に走っているのは223系1000番台、これ以外にも2000番台などがあります。12両編成での対応、こちら221系、現在は6両編成で神戸線などで活躍、8両編成では大和路線、奈良線の方で活躍しております。そしてその上が117系電車、現在は緑色に塗り替えられ、湖西線などでもともと活躍していましたが、草津線ではまだ活躍してたかな、向こう町の車庫にいたと思います。こちらが153系、その1個前の世代ですね。現在ではもう見ることはできません。そしてその113系電車、こちらも、湖西線、草津線で使用されていますとか言ってますが、草津線では使用されてるかな、まあ、ですがこの115系というのももう見ることが少なくなってきますね。113系でした。そしてそのもう一個向こう、52系の電車ですね。これはもう今見ることができません。左側に行くと、このように今度は浜松線の方に走る列車が止まっています。オーシャンアローの黒潮、下には普通の黒潮、そんなものが、貨物もあるの。これなんだ、ウエストエクスプレス銀河もあります。上は103系の。電車、103系電車かな、その上も201系だったりします。こんなところにはつり革が、うちにもつり革が3つぐらいあるんですが、今度の発車はここで行き先を勝手に変えれることができます。これちょっと見てみましょうか。はい、普段いつも使うのがこの辺の行き先なんですが、これは切符ですね。ここにいっぱい
筒が挟んであるわけです。出すとこのように硬券、片道乗車券、他にも車内補充券とかいっぱいあるわけです。これは昔の改札ですね。面白い。こんな感じで渡ることができます。おーすごい。あーレストラン閉まってる。すごい、人が少なすぎて怖いな。鉄道博物館貸し切ったようなもんだよこれ。本当に人が少なすぎます。運転シミュレーターもあるわけですが、残念ながら運転シミュレーターは大人気ということで、平日にもかかわらず埋まっておりました。ちょっと時間の都合上いけないんですね。列車を安全に走らせよう。 ATS や ATC などが導入されているわけです。これ、あ、ここにあるのか。これ見てみようか。マスコントブレーキを奥に倒すと運転準備完了だ。あ、これブレーキ、はい、お、すごい。こんな感じで、これどこにいるんだろう、わかんないな。ブレーキを緩めて、このマスコンを手前に操作することによって動かす。あ、これか、これか、これが動いてんだ、なるほど。おー、速いね。おー、いった、いった、いった。最高速度95キロになったらマスコンを戻そう。95キロも出てないんですけど。電光列車が遅れているようだね。信号指示に従いスピードを落としてね。なんかすごい画質が悪いな。これで制限何キロまで通すんだこれ。信号指示に従って一旦停止しよう。こんな感じで ATS なんかで止めることができます。この奥にある信号機のところで止めればいいんですが、この信号機で先行列車が駅に入りました。あ、止められた、勝手に止められた。先行列車を追い越して駅を通過してください。信号が青になったのを出発進行と指示を出してマスコンを手前に引く。今だいたい60キロぐらい出てるんですね。進んでるわけです。ずっと向こうの方走ってると思いますよ。警笛鳴らしたいなこれ。てん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 。ブレーキかけないとまずくないか。この換気機をこの速度で動くのはさすがにやばいです。ということで速度落とします。また制限速度45キロ60キロなのかなこれ。駅が近づいてきたよ。こんな感じでスピードを落としてね。あちら側に止まってやってきてる電車です。すごい、GPS の確認ボタンなんて押されるんですね。おお、すごい。駅に入ってまいりました。こんな感じで2両停止位置。停止位置を過ぎたので、停止しました。どう見てもこれまだまだあるでしょう。こんな感じです。というわけで、はい、終わりです。次の人と交代してね。次の人がいないんでどうしようもないですけど、これ2両停止位置もっとこっちだろう。これはちょっとダメですね。はい、そんな感じになっております。やってきた、ここが、まあこれなんかいろいろあるんですけど、これやってる人は時間ないんでやりませんが、ここに書いてあるのはすごい今のやつかな。内側線と外側線で分かれてるのかもしれません。ここが六甲、神戸、須磨、長坂、なんだろうな。こんな感じで制御装置がついておりまして、現在の新幹線などもこういうような大きな表示板がある場所で、この係員さんがたくさんの列車を指揮しているわけです。基本的に自動なんですが、東京新幹線総合指令所、これの他に新幹線総合指令所がいっぱい何個かあるわけなんですね。 JR 西日本、九州も一緒にあるわけです。面白いなこれ。こんな感じで、あ、これ新神戸、西明石、姫路、愛媛、岡山、これは新幹線ですね。現在の表示してるのか分かりませんが、西明石はこんな感じ、外側が駅のホームで内側にはありません。列車が接近しているようです。面白いですね。これがデジタル ATC という技術で列車は動かされています。ちょうどジオラマやってるところですね。すいません、時間がないんで戻りましょう。あのジオラマは
以前撮った動画があるので、そちらの動画もご覧いただければと思います。以前のジオラマの動画、編集で出しておきましょう。暑い。というわけでこちらがトワイライトエクスプレス EF65 型の電気機関車がこちらに停まっています。お、めっちゃ近くに、こんな感じでめっちゃ近くに電車見ることができます。すごいなってな感じ。じゃあ向こう行きましょう。人誰もいないんだけど大丈夫かこれ。平日に来るとね、皆さんこんな感じで優雅に過ごせますので、皆さんぜひ来てみてください。というわけで、はい、時間がないので、はい、制限時間1時間半ぐらいで見ていかないといけないわけです。こちらが103系大阪環状線のものです。はい、京都鉄道博物館一通り見たので、こちら日本での有数の扇形車庫、今度梅小路車庫へ行ってみたいと思います。この梅小路車道機関車館は昔からあったんですが、その後にですね、小規模なこの機関車館の後にこちらができました。この鉄道博物館が開業する1ヶ月か2ヶ月ぐらい前に一度ここに来ましたね。僕のおばあちゃんの家が近くてたまに来てたことがあります。これが梅小路機関車館の前景でございます。あれ、こんなんだったっけな。お、見ての通り全く人がおりません。せっかくなんでこれ上行けそうなんで行ってみましょう。おー、すごい。登らないでください。こんな感じで昔は蒸気機関車はこんな風になっていたわけです。これはすごい相当熱い仕事だったでしょうね。後ろにある石炭をずっと前に持っていくという作業が1人、さらに機関女子が確かいたと思います。これで3人かな。でもその後だいぶこの機関車の後ろから自動的にこちらに置くようなシステム、そんな装置がついてからは、この機関車もだいぶ仕事が楽になったんじゃないかなというふうに思っております。この熱い作業が手動じゃなくて自動でやってくれるんですから。こちら側も同じようなものです。 C53 と書かれております。現在活躍しているのは C62 とかそういうような車両なんですが、 C53 というのは多分日本ではもう動いてないと思いますよ。こんな感じです。こちらが梅小路蒸気機関車館になります。蒸気機関車のこの扇形車庫を見てみたら分かると思うんですが、この蒸気機関車というのは基本的に煙を出して走るわけです。そうしてみると、こちらの方は上の方真っ白綺麗なんですが、こちらの方見てみるとすごい鈴がついていることがあります。というわけで、ここの梅小路京都、京都鉄道博物館では実際のこの蒸気機関車というのもここで点検などが行われている、そういったものになります。すごいですよね。これが旧二条城駅舎というわけで、二条城のもともと昔の駅舎をそのまま再現したような駅舎となっております。というわけで、今日はすごい短い時間だったんですけども、ちょっとねこの辺で終わろうと思います。時刻は11時9分、開館が10時なので1時間ぐらいしかいなかったです。おー、すごいすごい。さすが関西の大ターミナル、京都駅の手前だけはあります。貨物列車が行き来は向こうから新快速電車かな。この貨物に勝てるかな。今超絶走っております。あー無理だ、速すぎる、速い、ダメだ、無理だ。というわけで、京都鉄道博物館を堪能した僕はこの後何しようかなと思ったところ、この後ですね、京都駅でまあ少しご飯を食べたりしてから、といっても、ランチパック一つなんですが、ランチパック一つを口に頬張り、そして帰ることにしました。そう、帰る行き先は家ではなくユニバーサルスタジオジャパン。学校の貸し切りバスで来てたので、学校の貸し切りバスに戻らないと怒られるわけです。まあ、先生は何してもいいよって言われたんで、まあ、何してもいいのかなと思ったんですが、さすがにそこは常識ある行動ということで、ここから夢崎線に乗って先ほどの場所まで戻っていこうと思います。まもなく福島です。お出口は右側です。福島を出ますと次は西九条に止まります。
と、おやおや、時間が、そうです、僕15時30分にですね、集合っていうのを言われてたのに、僕てっきり13時30分だと思って、早く帰らなきゃと思ってたんですが、実は時間が余ってることに気づきました。そう、ということで、今から桜島まで全区間乗り通そうと思います。ここからですね、僕桜島線そんなに詳しくないので喋れることもあまりないんですが、ユニバーサルシティ、そして桜島方面までこの電車は進んでいくわけです。基本的に観光需要が大きいこの路線ですね。平日の朝、そして夕方、休日の朝、早朝なんかはこの電車大変観光客で賑わうことでしょう。その中でもやっぱりこの路線で一番面白いポイントはユニバーサルシティ駅から桜島駅の区間、それまでの間にも機関車が止まっている場所であったり面白い場所はたくさんあるんですが、僕が面白いなと思うのはやっぱりユニバーサルシティを過ぎてから、ここから乗ったことは実はないので見ていきたいと思います。というわけで着いたのはユニバーサルシティ駅です。最初この動画の始まりはここから始まりました。すごい先進的な駅ですよね。ここでやっぱりたくさんの人が乗り降りするということを想定してダイヤは作られているみたいで、ダイヤにもかなり余裕があり、ここで1分ほど停車しました。その後電車は出発すると進行方向左側が少し明るくなってきました。そうです、半地下のような構造の場所を走ることになります。ここの上には遊歩道みたいなものが整備されておりまして、ユニバーサルスタジオジャパンというのはテーマパークでありまして、そのテーマパークからこの電車の音があまり聞こえないようにというような配慮がされているわけです。デゾタにとってはこのパークの中から見れることができないというのはかなり悲しいことなんですが、まあそれにおいても飛行機がねたまに来たりとかいうのは見れるんでね、航空ファンにとってはいいかもしれません。まあそんなことはどうでもいいんですが、 JR 夢咲線のこの面白いポイントというのはこのポイントです。なかなかこの地上を走る路線かつこの半地下構造というのはなかなか見ることができないかなと思っております。なかなかを何回言ったでしょうか。なかなかというわけで列車は大きく右側にカーブしていった先に見えてきたのがこちら、終点桜島駅です。基本的に朝夕の時間帯以外は列車2本でこの桜島線を折り返し運転を行っているようで、桜島駅の手前でポイントを右側にずれたかと思います。ホーム左側に止まっている電車が日中は留置されている車両です。これも平日朝とか平日夕方だと多分動いていると思いますよ。この2面2線の中ですが、実質的には1面1線という構造で運用しているのもこの夢咲線の終点桜島駅の特徴です。そして停車していきますが、奥にはこのように車止めがあります。こんな大阪の近くで車止めを間近に見れるところというのも少ないんじゃないかなと思ってしまいそうですが、非常に面白い。というわけで終点桜島駅に到着です。まあ少しだけ桜島まで来たんだから見ようか。鹿児島の桜島ではありませんよ。基本的に先ほど見た留置されている車両は車内は閉まっておりまして、まあ開いてたらびっくりですよね。まあ冷房なんかも効いてるわけなく扉も閉まっておりまして、まあ誰も乗ってないという感じでございます。本当に日中は置かれてるだけ、そのような感じがしますよね。というわけでせっかくですから電車が発車するのを見てみましょう。というわけでずーっと待っていると、だいたいこれ15分間隔で列車運転されているようですね。1時間に4本といったところです。
夢前線は青色のマーク、このオレンジ色の車体に青色の帯を巻いた表示器が出てるのは非常に面白いですね。というわけで323系電車桜島駅を出発し、ユニバーサルシティ、そして西九条大阪方面へ発車していきました。桜島駅を降りてみるとこのような感じ、まあいくつかのバスが通りかかって、たまに高速バスも見れるようなそんなところでしたね。ちょうど見えている桜島駅の奥の方にユニバーサルスタジオジャパンがある感じです。さて先ほどのユニバーサルシティ駅に戻ってきました。まだ時間があるんでね、この後水ゼリーという僕の大好きな飲み物、そしてまあご飯をちょっと買って食べて戻ったわけなんですが、ここには素晴らしい素晴らしい素晴らしい列車たちがやってきます。昔は103系201系なんかも見れたんでしょうが、今となってはこの323系だけ素晴らしいと言われれば素晴らしいです。というわけで今回は夢前線に乗ったという話と京都鉄道博物館へ行ったという話でした。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。そして28日以上動画出してなくて本当に申し訳ないです。あ、ショートは出してましたよ。というわけでまた次いつ動画出すか分かりませんが、気が向いた時に出します。さようなら。